お忙しい中、時間割いてご来場いただきましてありがとうございます。今回ですね、ちょっと皆様に参加していただくのは、この2時間のコースでは、川について、もうそもそも川って何なのかっていうこととかが、多分お手入れで一番心配な点っていうのは結構シミになったりですとか、あと汚れを余計悪化させてしまうっていう心配的な点から、ちょっとお手入れどうすればいいのっていうお話をお伺いします。同じ川でも、違いとしては、名称ですね、川の場合はスキン、なめして、川になりますとレザーという形で名称が異なっておりますが、このなめし、これを行うことというのは実際川、なめしと言われる丹沢さんと言われる、その特性を生かして、この丹人でなめしたときはちょっと繊維がくっつきやすくなります。でこの乳化というのは何なのかといいますと、これ水と油を混じっている、この時に使う油にもですね、実は大きく分けて4種類あります。動物性の中にもちろん人間の人の油とかもありますし、あとは植物性で、次に、鉱物で、あとは合成。大きく分けて、この油が入手する方法というのは、4つの場所からで、当社ではですね、この動物性、植物性、鉱物性、合成というものを大体原料から輸入、海外から輸入したりですとか、国内で手配してるんですけども、こういったものを組み合わせていって、この先ほどお話ししました水と油のこの中に用いています。日本で北海道から要は島国になってますので、もっと沖縄とかに行くと80度近くやっぱり温度というのが、気温が変わってくるので、その中でも中の油っていうのが安定して、例えば開けて傾けた瞬間、沖縄でやったらもうトロトロこぼれちゃってるとか、北海道でこれ次の年に開けようとしたら固まっちゃってたよとか、そういったことにならないように、こういった油とかを組み合わせて安定するように作ってるっていうのが、当社のクリームの、クリームですとかクリーナーっていうのも自社で開発してまして、あくまでも皮を傷めないようにとか、しっかりと皮の中に栄養がいくように開発してますので、その点を踏まえてちょっとこの順番で、ご案内させていただこうと思うんですが、靴をお手入れしていただくときには必ずキーパーですね、キーパーを靴の中に、このブラッシングのまず1番目で、やる役割としましては、ホコリ取り、靴の表面に残ってしまっている物体的な汚れですねを全体的に取っていただく、液体になっている、汚れ落としと、こちらのアロマクリーナーというものがあるんですけども、こちらのクリーム状になっています。とかさせていただきました。これちょっと化粧を何に使うんだろうと思われる方がいらっしゃると思うんですが、こちらの固形のタイプになります。この汚れを取る、3つの方法なんですが、基本的に汚れっていうのは水汚れと油汚れしかないんですね。これ以外にはホコリとか、クリームを塗る方法が複数ありまして、まず一つ、布、2番目がブラシ、3番目が、スポンジ、あと4番は指、直接塗るってことですね。一番ポピュラーなのは多分この1番、2番だと思うんですけども、変わりはないんですけども、メリット、デメリットというのは、防水と、撥水スプレーの違いになりますが、当社の撥水スプレーというのは、この靴の表面に、葉っぱの毛先のような、葉っぱの表面のように産毛を作ったのが、当社のスプレーの違いになります。でなぜ産毛を作っているのかというと、水滴よりも、細かい粒子を、表面に膜を作ってあげると、そのまま浸透しないで転がっていってしまうので、なので毛穴塞いでないので靴の通気とかもそこに変わらないので、今日もし革製品のものを、お持ちいただいている方がいらっしゃいましたら、実際にちょっと今日用意させていただいたアイテムになりますので、そちらを使って実際にちょっとお手入れをしていただきたいと思います。水性の液体クリーナーってやっぱり一回表面が濡れるので色が濃くなるんですね。でその濃くなった状態の時にまたクリーム塗ってしまうと濃い状態のまんまになってしまうので、乾燥させるということが大切になります。革素材の
そのオリジナルの光沢がよろしければあのデリケートクリームを使っていただければ。クリーム塗るときにすごい大切なのはあの布がよれてしまいますとそのよれたところにクリームが残ってしまって余分なクリームを塗る感じになっちゃうのでしっかりとお腹を出してあげることが大切になります。指を根元までしっかり乗せる感じにします。時計回りにどん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 くるくるくるっとやっていくと指に巻きついてきますので、ある程度巻きついたら手を起こして残りの指で持ってあげるとお腹が出てきます。はい、そうですね、そうです、それをクリーム、そうです、甘さにどん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 、そうです、そうです、いいです、これが一番簡単な